サルディスサルディスサルディス、またはサルディスは現代のトルコ共和国マニサケンサルトにかつてあった古代の都市である。サルディスは古代リュディア王国の首都であり、ペルシア帝国の主要な都市の一つであり、ローマ帝国の下ではプロコンスルの総督府があり、末期ローマや東ローマ帝国時代のリュディア属州の最大都市でもあった。サルディスのキリスト教会は、 ヨハネの目視録の中で書簡の宛名となるアジアの7、教会の一つであり、その著者ははっきりと、サルディスの人々は軟弱で育児のないことで悪名、高いとほのめかしているように思われる。サルディスの重要性は、第一にその軍事力、第二に内陸から英華海沿岸に通じる重要な街道の途上に位置するということ、第三に、 ヘルムス川流域の広大で肥沃な平野を支配できるということに介せられる。リュディア王国の地図サルディスは、ヘルムス渓谷の中流に位置し、トモロス山の山裾の険しく高い尾根に、アクロポリスが形作られている。ヘルムス川からは約4キロメートルほど南である。今日、サルディスの遺跡は、トルコ共和国間に叫んサリフリの近く。 アンカライズミルカンを結ぶ高速道路に接する現代のサルトという村にある。公衆浴場とギムナシオンの複合施設、シナゴーグや東ローマ時代の商店など、遺構の一部分は年間を通じて訪問者に開放されている。ルディアも山椒東ローマ時代の商店の遺構サルディスに対する最古の言及はアイスキュロスのペルシア人に見出される。イーリアスでは、 マイオニア人集長の都市がハイドという名で呼ばれているようだが、後の時代に、それがサルディス、またはそのアクロポリスの古名とされた。しかしながら、サルディスは、マイオニア人の当初からの都ではなかった可能性が高いが、紀元前8世紀に強大なリュディア王国を出現させた変化の中心となったことは確かだろう。サルディスは、紀元前7世紀にキンメリア人、 紀元前六世紀にペルシア人とイオニア人、紀元前三世紀末にはアンティオコス三世によって占領の浮き目を見た。キュロス二世によって征服された後のペルシア支配の時代にはサルディスはペルシア帝国のとペルセポリスに発する王の道の終着地となった。イオニアの反乱ではサルディスはイオニア人によって焼き払われた。サルディスは 紀元前334年のアレクサンドロス3世の遠征までペルシア支配のもとにあり続けた。少なくとも一度、ティベリウス帝地治世の17年、サルディスは地震によって破壊されたが、その都度再建された。東ローマ帝国末期に至るまで、サルディスは小アジア西部の大都市の一つであり続けた。リュディア王国の初期には工芸が大いに発展し、サルディスは その政策の中心地となった。特に繊細な毛織物や敷物の政策と染色が重要だった。古代には市場を貫くようにして金の砂を運ぶパクトロス川が流れていた。実際にトモロス山では砂金を産し、後々まで貿易と商業によって巨万の富が生み出された。コンスタンティノポリスが東ローマの都になると属州都市とを結びつける。 新たな交通網が発達した。サルディスは、この交通網から離れていたため、その重要性をいくらか減らすこととなった。しかしながら、サルディスは依然として、栄誉を誇り、295年には、ルディア属州の首都大使教座となった。10世紀にコンスタンティノス7世が設定した、トラケシオン管区の都市としては、エフェソスとスミルナに次ぐ3番目に挙げられている。しかし、 その後400年の間、サルディスはその地域の重要都市であるマグネシアやフィラデルフィアに脅かされた。1071年以降、ヘルムス渓谷はセルジューク町の侵入に苦しむようになったが、1118年にはフィロカレス将軍の活躍によりこの地域は取り戻され、コムネノス王朝による東ローマの中高とルームセルジューク町の衰退によって、サルディスは東ローマ領に止まった。 1204年、第4回十字軍がコンスタンティノポリスを陥落させ、サルディスはニカヤ帝国の支配下に入った。1261年、ニカヤ帝国がコンスタンティノポリスを脱回すると、小アジア全体への支配がおろそかとなり、結局それらはムスリムの戦士集団であるガーズイーのアミールたちに奪われ、1306年に結ばれた条約で、 カイステル側の警告とサルディスの取りは彼らに引き渡された。サルディスは1402年にティムールの軍勢によって占領されるまで衰退しながらも存続した。19世紀にはサルディスは遺跡となっており、主にローマ時代の建築物が地表に現れていた。最初の考古学者による調査は1910年から1914年の間に プリンストン大学の調査班によって行われ、アルテミス神殿や戦以上のリュディア人の墓が発掘された。発掘調査は第一次世界大戦とトルコ革命のために中止された。ハワード・クロスビー・バトラーによって発掘された遺物のいくつかはニューヨークのメトロポリタン美術館の収蔵品に加えられた。現在、ウィスコンシン大学マディソン校のニック・カーヒル教授の 元で発掘が行われている。トルコの考古学調査管理法によって、考古学的内物のトルコ外への持ち出しは禁じられている。ローマ末期のモザイクや彫刻、紀元前6世紀中頃の株と、様々な時代の陶器など、いくつかの重要な発見物が、マニサ考古学博物館に収められている。現在のサルディスのシナゴーグ1958年以来、サルディスでは、 毎年ハーバード大学とコーネル大学が講演する考古学調査が行われている。これらの調査によって、これまで知られている遺跡の中ではおそらく最も印象的なディアスポラのシナゴーグが発掘され、モザイクによる多くの床だけでなく、80以上のギリシア語の碑文屋の夏のヘブライ語の碑文が出土した。サルディスのシナゴーグの発見によって、ローマ帝国末期のユダヤ教についての以前までの 仮説が覆された。アフロディシアスでの神を恐れる者の碑文の発見とともに、ユダヤ教徒がキリスト教徒によって日向から追いやられたと以前には、多くの学者が想定していた時期のユダヤ人のローマ市民生活への適応や、集団の大きさや重要性、小アジアのユダヤ人社会の継続的な活力への疑う余地もない証明となった。このシナゴーグは、 公衆浴場とギムナシオンの複合施設の敷地の一部であり、その施設は450から500年間使われていた。その初期である2世紀の中頃には、シナゴーグがあった場所は、着替えや休憩に使われていた。この複合施設は616年にサーサーン、朝によって破壊された。ありがとうございます。